乃木坂46の坂口珠美が、7月6日に自身のインスタグラムを更新。七夕を迎えるに際して、織姫の衣装を着用した写真を公開し、反響を呼んでいる。七夕に向けて織姫になった坂口珠美。この日、坂口は、明日は七夕なんだって、と綴り、写真を投稿。織姫の衣装を身にまとい、妖艶な姿を披露した。この投稿に SNS 上では、可愛すぎてびっくりする、スタイル大優勝、これはいい七夕を迎えられる、織姫様が舞い降りた、織姫様はこの世に存在したみたいです。こんな可愛い織姫と出会える世界どこ、などのコメントが寄せられている。